オアシス広場21前景ホテル日光大分、オアシスタワーは、大分県大分市にあるホテルである。FTC ホテル開発が経営し、大倉日光ホテルマネジメントが運営する。大分市中心部の商店街がレリア竹町の、月あたり近くに位置し、国道197号に面する。複合施設、オアシス広場21の一部を占め、1階に、フロント、3から8階に、 宴会場、12から19階に、客室、2階及び20から21階にレストランを有する。オアシス広場21は、高さ101.17メートル、21階建ての大分県で最も高い建築物であり、特徴的長い観と、相まって大分市のランドマークとなっている。旧大分県立病院跡の再開発で、建設されたオアシス広場21内に、 FTC ホテル開発の運営により、1998年9月に、第一ホテルチェーンの第一ホテルを置いたオアシスタワーとして開業。FTC ホテル開発は、オアシス広場21の施行を行った、富士田の関連会社である。第一ホテルが2000年5月26日に、会社構成法の適用を申請して、経営破綻したことに伴い、全日空ホテルズに、 フランチャイズ契約を変更し、開業から約2年後にあたる同年9月15日に、大分全日空ホテルアシスタワーに名称変更した。アイハグ ANA ホテルズとのフランチャイズ契約は2012年3月31日をもって終了。本ホテルは同年4月1日より、だいぶ、オアシスタワーホテルにリブランドし、FTC ホテル開発が単独で運営していた。しかし、 FTC ホテル開発は2017年12月1日から本ホテルの運営を大倉日光ホテルマネジメントに委託し本ホテルは12月20日にホテル日光を置いたオアシスタワーにリブランドしたリブランドにあたっては最上階のレストランを婚礼施設としても使用できるようにチャペルを新設する等の大規模改修が行われたありがとうございます